一緒に見ようよ。必殺技のトレーニングか。みんないろいろ考えて進んでいるぞ。僕も頑張らない。始めよう。ハイツアライアンスへの引っ今後だが、まずは仮免取得に向けて動いてもらう。ヒーロー免許ってのは人命に直接関わる責任重大な資格だ。当然試験内容も厳しい。そこで今日から君らには必殺技を作ってもらう。学校っぽくてそれでいてヒーローっぽいの来た。技の有無は仮免試験の合否に大きく影響すると先生から伝えられ、必殺技のトレーニングをするために僕らは体育館ガンマへと移動した。戦闘とはいかに自分の得意一生の型技を押し付けるかだ。早速だが、仮想ヴィランを相手に実戦形式で進めていこうと思う。一番手は、一番つったら俺しかいねえだろ。行くぞ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ぶつ鳴らせ。やれ。久々に暴れるとスッキリする。仮想ヴィラン、もう一体頼む。かっちゃん、やっぱりすごいや。もう技のビジョンもたくさんあるんだろうな。僕の腕、もう無理はさせられない。どうしよう。みんなは個性を伸ばし順調に必殺技を編み出している。もうドバー、アシドさんらしいや。ミネタ君はグレープラッシュか。どんな技なんだろう。うららかさんも頑張っているのに、僕は必殺技のビジョンが全然浮かばない。どうやら悩んでいるみたいだね。考えるのさ少年、正誤は重要じゃない。自分で考え気づくことが重要なんだ。一つアドバイスだ。君はまだ私に習おうとしているぞ。各自個性の伸びや技の性質に合わせてコスチュームの改良も検討するんだ。専門的なことは校舎1階にある開発工房で聞いてくれ。必殺技の必殺技のトレーニングか。みんな始めよう。ハイツアライアン、ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ぶつ鳴らす。弱点丸出しだ。ウジ虫バグだけ食べさせろ。よっビビれ寝言か。くらってこっからだ。むしけんだ。ぜめめっとくせ。やることは変わんねえ。くたばれ。よっビビれ。くそげ。試させろ。むしけんだ。
トレーニングか。始めよう。ハイツアライアンスへの引っ越しが終わり、ファイナルラウンド、レディークラッシュ。別のレース誰ダメさせろ。ムスケラゲビビれ。コスチューム改良のため開発工房に向かった。始めよう。オールマイトの言葉の意味はまだ分かっていないけれど、考えていても始まらない。開発工房に到着した僕を歓迎してくれたのは爆発じゃなくてサポート課の初音さん。筋肉の収縮を感知して動きを補助するハイテクっ子で、僕腕のサポートアイテムを発熱を極限にまで抑えたスーパークーラー電動ブースター。おおって違う、俺の個性は足なんだが。知ってます。でもですね、私思うんですよ、足を冷やしたいなら腕で走ればいいじゃないですか。足がダメなら腕で。おおなんかなんか、概念にとらわれず常に発想し思考し続けるのですよ。さあさあ、他にご要望は。これなんてどうでしょう。開発工房へ行ってからそんなこんなで4日後、体育館ガンマでのトレーニング中、手のひら全体じゃなく一点に集中し起爆、その技 AP シャッター。おい、今だ。危ない、オールマイト。少年、正解だ。そのまま仮想ヴィランと戦ってみろ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。オールマイトの必殺技は基本的に拳。ワンフォーオールを授かった僕はそうであるべきだと無意識のうちに決めつけていたんだ。腕が不安なら足をメインに。単純すぎて気づきすらしなかった。これが僕のワン・フォー・オール・フルカールシュートスタイルだ。これまでの成果を。ここか。スルートだ。ウィン。いいぞ。ヘクテン。何緑よ。それってすげえ破壊力出したな。破壊力は初音さん考案のこのソウルのおかげだよ。飯田くんに体の使い方を教わってスタイルを変えたんだ。それよりみんなもコスチューム改良したんだね。ニュースタイルは何もおめえだけじゃねえぜ。俺ら以外もちょこちょこ改良してる。気抜いてらんねえぞ。その通り、仮面試験には未知の個性を持ち洗練してきた者が集うわけだ。試験内容は不明だが明確な逆境であることは間違いない。意識しすぎるのも良くないが忘れずにな。オールマイト、危ないんであまり近寄られては。気ぃつけろや、オールマイト。気ぃつけろか。大丈夫ですか。危ないんで。
分かったつもりではいたが、みんなの意識下ではもう私は守られる側か。コスチューム改良のため、コスチューム改良のため開発工房に向かった僕。無駄に心がざわつくのが多い。この気持ち始めよう。トレーニングが終わり、私たち女子は共同スペースで話してたんやけど。お茶子ちゃん、お疲れのようね。うん、いやいやいや、疲れてなんかいられへん。まだまだこっからのはずなんだけど、最近無駄に心がざわつくんが多くてね。恋だ、緑やかいいだ、一緒にいること多いよね。どっち、誰なの？いよな、なに恋、知らん知らん。あ、浮いた。違うよ、本当に私そういうの本当わからんし。テク君、違うな、イラ君はもっと腰か、腰としなりだ。肩はなんとなくイメージできてきた。必殺技と呼べるレベルにするには。この気持ちはきっと今じゃない。テク君の目標のためにいっぱいいっぱいの姿をかっこいいと思ったから、あんな風に私も頑張らなきゃって思うから、だから今はしまっておこう。ヒーロー仮面取得試験当日、僕たち始めよう。訓練の日々は流れ、ヒーロー仮免許取得試験当日、試験会場、国立タコバ競技場。この試験に合格し仮免許を取得できれば、お前ら卵は晴れてひよっこ、セミプロへと孵化できる。頑張ってこい。よし、じゃあいつもの一発決めていこう。せーの、フルーツウルトラ。なんだこのテンションが高い人は。その制服、東の雄英、西の止血と呼ばれている雄英に匹敵するほどの難関校、止血高校。勝手によそ様のエンジンに加わるのは良くないぞ、イナサ。あー、しまった。一度行ってみたかったっす、ブルースウルトラ。自分、雄英高校大好きっす。止血生としての振る舞いを教育するのも先達の役目。秘蔵烏帽子であるがゆえ、天誅を下す。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。腹からに制裁を加えねば。団長の思いで。先輩とのお手合わせ、熱いっす。ご指導お願いします。我が教育は育児たる思いで頼んじるな。おら、厄介に断念すべし。ここだ。抜き出す。目障りだ。うなるっす。マイ、迎えよう。厳しくやってまいります。おら、小僧、決死である。ここだ、無意味。せい、邪魔者、厄介者、断念すべし。熱くなってきたっす。静観するがいい、ここでやる。おい、小僧、決死でやる。
観念すべし。お前する。ルーコッチョ。決死である。増票が観念すべし。極めだ。いや、負けたっす。ウィー。アメージ。力。どうも大変失礼いたしました。遊泳の皆さんと競えるなんて光栄の極みっす。よろしくお願いします。行くぞ。夜嵐いなさ。昨年度、つまりお前らの年の推薦入試トップの成績で合格したにもかかわらず、なぜか入学を辞退した男だ。遊泳大好きとか言ってる割に留学を蹴るってよくわかんねえな。だが実力は本物だ。マークしとけ。さあコスチュームに着替えたら試験開始だ。時間を無駄にするな。ヒーロー仮面取得試験当日、僕目の前に目の前にいきなり現れた。その帽子、始めよう。ついに始まる仮面一次試験。僕たちはヒーローコスチュームに着替え、試験内容の説明会へ向かった。仮面一次試験の通過条件というのがこれです。受験者はこのターゲットを3つ、体の好きな場所、ただし常にさらされている場所に取り付けてください。ターゲットにボールが3つ当たった時点でその受験生は脱落。3つ目のターゲットに当てた人が倒したこととします。2人倒したものから勝ち抜けです。通過は先着100名のみ。101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一次試験を始めます。4321スタート。実施、誰かの個性で地面が割れた。まずい、早くみんなと誰かと合流しなくちゃ。一人でいたらやられる。互いを生かす連携や戦況判断の年季が違う。全国の強い人たち、なんでだろう。ちょっとドキドキしてきた。当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。目の前から突然現れた。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この帽子、止血効果の勝負。余裕があってかっこいいね。回りたいタイヤ。うわごめん。こんなボールで殴ればいいじゃない。よく喋りますね。ユージに話してる場合じゃないのに。あげてこ、マジ突撃。よいしょ。やばい、ラッキー。これくらい。バン。やここすぐ逆境を、速度を上げて。やばっ、ここ逆境を、速度を上げて。マジ2だ。勝って証明する。まだ道の途中なんだ。
いいぞ、こっちに。ちょ、またいない。雄英が早めに脱落する可能性を考えて会いに来たの。せっかくの交流チャンスだし、あなたたちのこともっと知りたくて。危ない。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術、相手の目と耳から私の存在をそらすのよ。止血ではそんなことも習得できるんですか？その瞬間、息を止めて何も考えず潜む、紛れるの。何も考えずが難関よ。コツは訓練を訓練と思わないこと。危な、最悪だ。誰とも合流できず大勢に囲われてる。さっき考えてた最悪を実現してしまった。大丈夫？こっちに早く。この声はウロロカさん。目の前にいきなり現れた。ウララカさん、来てくれたんだ。だけどなんだこの違和感は。始めよう。僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、大勢の受験生に囲われてしまった。そんな時、ウララクさんが助けに来てくれたけど、ウララクさんがいた足場が崩れてしまったんだ。足場が落ちる。あの時、僕が戦うことを選択せず腕を壊さなければ、光太君を保護し相沢先生のもとへヴィランよりも早くかけられていれば、カッちゃんを奪い返せていれば、オールマイトはオールフォーワンと戦っていなかったかもしれない。人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100% の力は使わない。代わりに威力はサポートアイテムで補う。ありがとう。ごめんね、下手こいた。うん、いや別にそんな。それよりひょっとして止血の人ですか？うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても発動の素振りすらなく、何より無策のまま敵前に姿を現すなんて、僕の知ってるウララクさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？もっと教えてほしいな、君のこと。引っ掛け？なんだよもうこの人。デック、大丈夫？ファイナルラウンド、レディークラッシュ。まずは痛い。まだいけるし、マジ好奇。ちょい本気。ドン。ドン。ほっから。マジ。もう浮いてる。浮いてる。こんだけの量なら。重っ。
てに暇は当たれとアタックや免疫超秘策無理ウィエクセレント反応すごうららかお茶子さんとっても信頼されてるねいいとこだったけどこれじゃもう無理ねじゃあね追うのはやめよう個性の関係か服ごとターゲットを脱いでる狙われるリスクはあるけどあの人を狙うのは難しいラジャウララカさん来てくれたんだだけどなんだこの違和感はねえ見て見て僕のヒーローアカデミアバンズジャスティス2